チをして抱えてバックに回れるかどうか。そして腕を狙ってきた、チャンス。さあここはいい体勢です。後ろから殴っていく田中道則。久しぶりの日本凱旋です。田中道則出してしまうと、まあ、アイポークの可能性がテイクダウン。素晴らしい、足使わせない。いや、今度は打撃で捉えました田中。三角締めか、下から狙いに行きますが、残りは10秒だ。仕留め切りかな、どうでしょうか。入った入った。